JR 長町駅をご利用の皆様、こんばんは。高井マイクで失礼いたします。私は、仙台市市議会議員、賛成党公認の佐藤雄一と申します。市議会議員に立候補いたしました佐藤雄一と申します。私は大阪府秋生町の子供として生まれですが、非常におかげさまで伸び伸びと育った子供生活時代を送りました。私自身は大学までは仙台におりましたが、20年間東京で働き、また海外を経由して7年前に地元の秋生に戻ってきました。私が今取り組んでいる事柄がいくつかありますけれども、その一つが子どもたちの教育環境の改善ということが一つの大きな優先順位となっております。自分自身が非常に楽しい子ども時代を過ごしたおかげで、私自身はその後の人生もすごく大切な、とても良い人生となっています。今日本で最も大切な要素として、教育環境の中で最も大切なものの一つとして挙げられているものが自己肯定感を高めるということです。自己肯定感というものは、自分自身が大好き、あるいは自分の価値を知っている、そういった自己肯定感、このことが実はさまざまな困難を乗り越え、また人の違いや人の素晴らしさを受け入れる心のゆとりとなっています。ありがとうございます。よろしくお願いします。私たちはこの自己肯定感こそ今日本の子どもたちに必要だと考えています。自分が大好き、自分に価値がある、このことを知ることを通して、いろいろな違いを受け入れ、また人の成功を喜べる、このような心のゆとりができてきます。そのためには、今までのような間違いを指摘したり、あるいはこちらからの模範解答をですね、無理やり言わせたり、そういう教育環境ではなく、一人一人の個性を大事にしながら、またその一人一人の自主性を尊重し、そして体験を通して学んでいくこと、これこそが本当に私たち子ども、大切な子どもたちの自己肯定感を高めることだと私たちは考えています。実はこの自己肯定感を高める取り組みというものは、世界でももちろん活発に行われていますが、今は日本でもこういったことが文科省でも非常に力を入れてきています。仙台におきましては、沖野やあるいは坪沼の小学校でそういった自己肯定感を高めるさまざまな取り組みがなされています。実はこれがですね、決して私立だけではなく公立学校でもこういった、楽しい学校づくりが可能なんです。これは文科省あるいは教育基本法にもですね、かなり実は校長先生の、自主性と申しますか、権限がかなり大きくありますので、校長先生が決めさえすればかなり自由にできます。私たちは仙台市としてこれをですね、もっと公立学校でより自主性と個性を尊重しながらも、体験を中心とした体験からより深く学べる教育環境を整えたいと考えています。私たちはこの子どもたちが過ごす大切な時間、特に自己肯定感は10歳までにはもう決まってしまうと言われていますが、その大切な小学校、またその前の幼稚園あるいは中学校、これらの時間は大変貴重な時間です。この12年あるいは9年あるいは12年といった大切な時間を、本当に子どもたちが学校が大好きで本当に学校に行くことが喜びになるような、そんな学校を作りたいと考えています。それが実は実現可能です。実際に仙台市ではその実験も今行われています。これは決して私立だけではなく公立学校でも可能です。私たちはそのように子どもたちがより楽しく学べて、しかも学力が上がる、例えば言うならばオランダの教育でイエナプランというものが注目されていますが、オランダはもともと学力があまり高くなく、さまざまな問題がありました。これを教育改革によって、現在では子どもの幸福度も世界トップクラスです。また同じように学力もトップクラスなんです。楽しく学びながらも、実は学力も同時に上げることが可能なんです。そのためにはさまざまな今の仙台市の仕組みを変える必要があります。もちろん既存の法律でも十分にできることはまだまだあります。もちろん変えるべきところは変える必要もあるかもしれません。でも本当は
校長先生が、あるいは保護者が、あるいは地域が理解を示せば、それが実現可能となっています。特に最近はコミュニティスクールと言われまして、教育環境は大きく今変革するチャンスです。コミュニティスクールというものは、地域と先生と保護者と一体となって学校を作る、子どもたちの学習環境を作る仕組みです。これに今、文科省は力を入れています。決して今までのような学校に任せて、学校任せな教育、そういったものではありません。保護者と地域が一体となることで、子どもたちの環境をより良くしようということを考えています。これが今、国が推し進める施策でありますから、これに乗っ取れば、もっともっと自由で楽しく、子どもたちが学校が大好きになる、このような環境が大切です。実現できます。私自身も自分が子どもを5人育てました。5人育てました。もう上3人は結婚しまして、下2人、中学生と小学生がいます。今、この子どもたちを育てるために、私はわざわざ自分の田舎に戻って、田舎で子育てがしたくて、今、秋町に住んでいます。そういった大切な子どもたち、そしてまた、このコロナの影響によって、さまざまな思い出が奪われて、学芸会や運動会や、あるいは修学旅行が奪われてしまった子どもたち、そういった子どもたちを今後、二度と産むことがないように、私たちはもっと子どもたちをですね、幸せにしていきたいと、そしてこの大切な、まだ子どもの、今後の子どものうちにですね、自分自身が大好き、また自分が価値があるということを知る子どもが増えることによって、将来、日本がもっともっと幸福度ランキングが向上し、もっともっと幸せに感じる大人が増えると信じています。幸せな大人たちは、幸せな子どもたちから、子どものうちから幸せであれば、大人になってからも幸せです。本当に大人の一つでも、自分が大好き、自分に価値があると知ることを通して、社会全体が健康的で、より活発になる、活性化すると考えています。ぜひ皆さんの応援よろしくお願いします。一緒に子どもたちの環境を作っていきたいと思います。参政党仙台市市議会議員公認候補の加藤雄一でした。どうぞよろしくお願いします。